日本一有名とも言われる保育士さんが子育て術のセミナーを開催。言うことを聞いてくれない子どもへの接し方とは。千代田区で行われたのは、子育てと仕事の両立を支援する合同就職面接会レディゴープロジェクトです。都が主催するこの催しは、時短勤務ができたりベビーベッドが完備されていたりと、子育てをするお母さんにとって働きやすい環境が整った企業が集まる面接会で、この日は飲料会社など16社が参加しました。そして会場では、子育てママの悩みを解決するセミナーも開かれています。この日の講師は、日本一有名とも言われる現役保育士の T 先生。時間に追われてなかなか余裕が持てないお父さんお母さんたちに、行政機関や企業のサービスをうまく使って頼る子育てをしてほしいとアドバイスを送りました。そして子どもがなかなか言うことを聞いてくれない時の対処法も披露してくれました。例えば走り回ってるお子さんに対して、走らないのって言ってもですね、なかなかお子さんって理解できないんですね。その走らないのって言われると、その走るっていうイメージが進んでしまって余計走ってしまったりってことがありますので、そこで言うのは、走らないのではなくて歩こうねと、正しいことを言うことによって、正しい姿を伝えることによって、お子さんがその歩くっていうことをイメージして、それを実践しやすくなると思いますので、ぜひ注意するときはダメなところを言うのではなくて、正しい部分を伝えるってことを意識してみるだけでもだいぶ違うんじゃないかなというふうに。